皆さんこんにちは中西優里です今回も偉人敗北からの教訓の収録の後に放送の中でご紹介できなかったこぼれ話を紹介していきます引き続き歴史作家の伊藤淳先生とお送りしていきますよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあ今回のテーマはこの人物豊臣秀吉編でした まあ秀吉というともう農民から天下人へと,とすごくこうドラマチックな出世を果たした人物ですけれども伊藤先生がこの秀吉のこうまあいろんな才能があると思うんですが一番評価するポイントというのはどこにありますかまあ秀吉というのはですね人たらしと言われたぐらいですねまあ人間力があったんですねもう相手の心をつかんで離さない懐に飛び込むこういったところの名人だったわけですよね。 それが、まあ、あの大物になってからです、ねまあ外交力や交渉力になっていくということでこれが秀吉の強さの原動力だったと思いますすそうですよね、うん、こう周りを巻き込む力みたいなのとかついつい許しちゃう可愛げみたいなのがある人なのかなってちょっとこう、ね、歴史上の人物でもちろんお会いしたことはないですけど、うん、なんか感じますよね。はいですね 番組の中であの晩年の敗北に注目しているんですけれども前半生のもうちょうどこう出世解読がっ上がっていくようなタイミングで何かちょっと失敗 とか敗北みたいな経験ってしてしるんですか、ねうんまあ、あの一度だけですねそういうに近いものをやってるんですけどこれはですねあの、まあ、上杉謙信と戦うことになってですね信長が柴田勝家を、えー、総指揮官にしてその下に秀吉をつけて、えー、北陸遠征をやったことがあるんですね、はい、その時にですね柴田勝家と秀吉というのはもともと仲が悪かったと言われてまして作戦面などで意見が相違してですねえ喧嘩になっちゃうんですよ。うん それで秀吉が帰国してしてまうと勝手にでですね<ー>で信長からお叱りを受けるというですねそういうですね逸話があったんでそれが典型的な前半戦の失敗じゃないかなと思ってるんですけど実は最近の研究成果でですね、えー、秀吉は最後までちゃんと戦線に残ってて新んの役割まで果たしたという説が出てきてるんですね。 ですからそれからするともあの前半戦の大きな失敗の逸話って無断撤退して信長に怒られたみたいな話は結構聞きますけど、うん、もうどんなドラマでも創説でも取り上げられる話です。ね、最近の研究だといやそんなことはなかったっていう説が濃厚なんですかか逆に最後まで踏みとどまって戦ってたっていうぐらい。特に大きな失敗というのはなさそうですね。すね前半戦は、うん、秀吉に関しては あでもよく考えたらこう秀吉ってこう農民の出身なわけじゃないですか、はいえー、そこからこう信長に仕えたことですごく人生が開けていったわけですよね。えー この信長にえるまでというのはどんんな経歴だったんですか、うん、あの結構、謎には包まれているので伝承の域は出ていないんですけど、えー、まあ農民出身、まあ、農民も小作農という話から結構、豪農だったんじゃないかといろんな説があるので分かりにくいんですけどいずれにしても農民出身でありその後ですねえ松下,下平という人に使えるんですよあ信長の前に使えていた。えー 非常にあの小さな東京海の黒人なんですけど、えー、そこに仕えてですね。オナンド役というですね。いわゆる会計、係の子のようなことをやってたんですね。あ、お金の計算。えー、そこでいろいろ、まあ、あのー、当時のですね。えー、まあ、えー、兵糧の水筒とか、そういったことを学んで。えー、まあ、事務所、事務室的なことですよね。えー、そういったところからスタートラインがあったわけですね。あ、そうだったんですね。えー でもやっぱりそういうこう計算が得意だみたいなところも、後々秀吉が信長に仕えた時も生きてきますよね、うんえー。生きてきますね。それが出頭の糸口になるわけですよね。そうですかで。面白い逸話としてはですね、はい、あのもう秀吉が天下人になった時に。まず、まだその松下嘉兵ってその生きてましてね。うん、あ、<で>そうだったんですか。お通りが叶ったんですよ。えー、その時松下嘉兵はもう恐縮して、えーで、びっくりしてもう、もう平伏して。 えー、たんですけど、ひではニコニコ笑って、でまあなんどんだけ国高か与えたか忘れましたけど、えー、国高か与えて嘉賓の列に加えたというですね。あ,あ、そうだったんです、ね、だから秀吉は結構最初の時にあのそんな過酷な目に遭ってなかったし、<あ>松下貨平にですね、いい印象を持ってたんじゃないですかね。そうですね。うん、でもせっかくその松下貨平の下でこう活躍していたのに。うん 信長に出世することになったっていうのはなんかきっかけがあったんですかね、うん。特にはっきりしたことは分かってないんですけど、やはり先を見る目ですよね。ああ<ー>、うん、もっと出世したり大きくなっていくためにはこれから信長についた方がいいなっていうふうに感じ。えーうん 考えたんでしょうね,あねあもちろんその前に松下家でちょっと意地悪をされたから出てったみたいな、えー、逸話はあるんですけどもう本当、えー、謎にあのその辺はよくわからないんですね実際のところは。ですね漫画なんかだと確かにね嫉妬されて出ていってみたいなのも <laughs> <う>なんか見たことあるような気がするんですけど、えーまあ、似たようなことはたくさんあったと思います <laughs>、うん、それで有望っということで、まあ、しかも地元ですからね尾張ですからす、ね、え信長に仕えたっていう自然の流れでそうなったんじゃないですかね。なるほど、えー いや、でも松下加平もびっくりしたでしょうね。い<や>あの時って、ね。<laughs> 使えていた農民出身の秀吉が天下人になったっていう <laughs>。そんなことがあるのも、やっぱ戦国時代ならではですね。もうほんそうですよね。ねえー、ま、今回秀吉をやったことで、まあ、いわゆる三英傑全員をまあ取り扱ったことになります。けれども、まあ、長所も短所も両方見えてきたじゃないですか？うんはい、誰の元で働きたいですか？ <laughs> いや3人とも嫌なんですけどね <laughs>、まあ、あの以前はですね私もまあ外資系出身ということもあって。 で実力主義の信長の下で働きたいなんていうことを<ー>、えー、言ってたんですけどね。まあ最近ちょっと変わってきましてね、えー、まあイエの下で働くのがいいかなって気がしてきたんですよ。ああ、それはなんでですか。えー、まあイエというとですね、まあ、保守的で門ば主義っていうようなイメージが強くて、あのー、本当実力っていうのはあまり評価してないみたいなね、えー、ことあったんですけど、決してそんなことはなくて、家康はあの結構特定分野のスペシャリストを、えー、まあ近くにはべらせてで、もう非常にうまく使ってたっていうことが言えると思。 南光坊天海とかですねコンチー・ズスーデンという、まあ、そういった僧侶もそうですし、ね、林羅山というです、ね、あの学者もそうですし、えー、ウィリアム・アダムス三浦按ン。 えといったようなあ<ー>あの外国人までうまく使ってたということですねそういう周知を結集して、えー、乱世に逆戻りしないそういう当事組織を作ろうとしてたってあたりがですねやっぱすごくいいですよね魅力的<ー>で僕もそういった中に入りたいな,なるほど、うん、そういうこういなんて言うんでしょう才能の使い方といいますか、えー、その辺が家康なりのこう,、うん、うまさがあったということですね。そうですねうん 中西さんだったらこの3人のの人うち誰の下でで使いたいたすか <laughs> そうですねまあ、うん、誰の下で働いてもまあなんかちょっとしたことで消されたり追放されたりっていう、うん、<laughs> 危険はあると思うのでもう誰でも,誰も嫌だし誰でもいいみたいなところもあるんですけど、うんうん、もし私がすごく何かの才能に秀でていたら、うん、信長の下で働きたいかなとは思います。<ー>もう賭賭賭けけけででですすねこれはか すごい大活躍できる可能性があるかなとは思うんですね。うん、あとはちょっと嫌かもしれない。嫌ですか？嫌かもしれないですね。うん、なんかすごくこうあの人たらしで上手な人だと思うんですけれども、うん、なんかこう騙されてしまった時のショックがなんか半端なさそうだなと <laughs> 裏切られたみたいなところがな,、ねうん、なんか立ち直れなさそうだなと思って、うん、ちょっと秀吉の下で働くのは。 ちょっとコミュニケーション能力が高くないと難しししいいかなって <laughs> <laughs> 思ってて思まいました、はい、さあ本編では文録「慶長の駅」でのある決断が招いた敗北に焦点を当てているんですけれども、うん、どこに一番注目してみたらいいでしょうか。はい、やはりですね あの文禄慶長の役っていうのは、まあ秀吉の裁判年に近い、まあ最後の。にして最大の戦いですから、ええ、まあその辺りのですね。まあ、寄与方へあるにしても、秀吉と瞑想ぶり、それを見てほしいですよね。うん。で、秀吉は結局ですね、文禄慶長の役、特に慶長の役っていうのは、よ、余計な。戦いを行って、それを収集するのも嫌になっちゃうわけですよね。で、結局、猿翁というですね、能を舞うことに。 えー、行ってしまうということで、まあ、いわゆるリアルな世界に嫌気がさしてバーチャルな世界に行ってしまうという、まあ、そういううう瞑想をしてしてまうわけですねああそういったところを注目していただきたいなと思ってるんですよねさあ皆さんは豊臣秀吉が行った文禄慶長の駅にどんな印象をお持ちでしょうか是非、うん、コメントもお寄せいただければと思います。はい、ここで予告 VTR をご覧ください 農民から天下人へ上り詰めた英雄豊臣秀吉はなぜ朝鮮再出兵という泥沼に突入したのか裸のの王様でですすかかからららねね見えてなないわけですから、ね、秀吉政権はあの戦争ををやらざるを得なかった歴史的失敗に学ぶ偉人敗北からの教訓豊臣秀吉は12月23日土曜日夜8時放送ですお楽しみに土曜夜8時放送ですぜひご覧ください さてここからは偉人敗北からの教訓こぼれ話のコーナー企画偉人勝利からの教訓ですこのコーナーでは偉人の敗北ではなく勝利や成功の部分にハイライトを当ててそこから学べることは何なのか先生と一緒に考えていきたいと思います、はい、さあ豊臣秀吉の最大の勝利は何でしょうかまあ、やはりですね小田原合戦じゃないかなと思うんですね まあ秀吉のベストショットですしねまあ,あらゆる点で完璧な戦いいだったと思いますねうでこういうですねあの大軍同士の戦いもう大大名家同士の戦いですよねそうなってくると一方的な戦いっていうことはまずないんですけどもう北条氏が小さな戦いでも勝ったということはないんですよねほとんど一方的に押しまくってそして秀吉が勝利したということまああの最終的には幸福に持ち込んだんですね。 で航空に持ち込んだということは秀吉の方は全く無傷でで、えー、関東をそのまま手に入れてしまったということで干渉ですよね。でこれはですね、えー、なぜそうなったのかというとやはり、えー、しっかり情報収集して謀略を仕掛けて北条氏を落とし入れる、えー、そして実戦に持ち込むで実戦に持ち込んだらですねまあ大軍の一番のアキレス腱っていうのは平坦ですから、えー、そのあたりもしっかりですね確保した上で。 兵たちを飢えさせないように戦わせたっていうことができたわけですよね。まあすべてにおいて実に良い終了だったと思いますね。無駄のない戦いだったんです、ね。無駄のない戦い。で干渉。はああでも、うん、北条氏というとねすごい、えー、まあ関東のもう言うというか <laughs> あのすごく手強いイメージがあるんですけど、えー、その北条相手に干渉できたっていうのは、うん、当時の。 豊臣、まあ秀吉軍がどれだけ強かったかっていうのも感じますよね。そうですね。もう秀吉自身長い戦いになるっていうのは書状なんかに残してますからね。それなりに長い戦いを覚悟していたと思うんですよね。はい、うん。ただ、あのこの戦い実はですね。あの、非常にキーとなる戦いがありまして。それが、初戦の山中城の攻防戦なんです。ああ、有名な戦いです、ね。でええー、有名ですよね。<laughs> はい、で、山中城を、まあ、いわゆる。 力を押し押して、まあがぜめって言うんですけどね、えー、攻略した、まあ当然秀吉方もですね、えー、かなり被害があったんですけど、それでも、えー、落城という形で押し切ったということ、そして容赦のないところを見せたっていうところがですね、日和見していた関東の国衆たちを刺激して、やっぱ強いわということで一気に流れができたっていうわけですよね。かいかに初戦っていうのが大切かっていう、それを表した戦いでもあるんですね。 さあ、この勝利から浮かんでくる。現代に生かせる教訓というのは何でしょうか。うん、はい、やはりですね。何事にも良い周到にして取り込むということですよね。うん、この場合、本当に秀吉はですね。あの書状なんか見ていくとですね。細かいところまで気を配ってですね。そして万全の体制で臨んだわけですよね。 まあやはり関東の勇と呼ばれた北条氏を倒すためにはそれなりの覚悟をしなきゃいけないって秀吉自身も思ってたわけですよね。もう油断はなかっったたわけででですすすねね、うん、油断しなかったです、ね、あそれは大事よの戦では、まあ、この後の戦いわゆる文武読慶長の駅では、えー、多少油断みたいなものを秀吉してしまうんですけど、うん、この北条氏を滅ぼしたというのはいかに地震につながったかこれが大きかったと思いますよね。ににつけあきにつけけわかりましたはい 伊藤先生ありがとうございましたありがとうございました偉人敗北からの教訓こぼれ話では視聴者の皆様から伊藤先生の質問そして番組へのメッセージも受け付けていますどんなことでも大丈夫ですご覧の動画のコメント欄または BS11 の番組ホームページで皆様からのご意見ご質問お待ちしていますそして偉人敗北からの教訓は毎週土曜夜8時 全国無料テレビの BS11 で放送となりますぜひチェックしてくださいそして YouTube でお楽しみいただける偉人敗北からの教訓こぼれ話も合わせてご覧ください毎週火曜日配信ですではぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いしますさあではまた次回お会いしましょう